ねえ、そうなんか困るね。エリンギソース。エリンギでできたソースなのか、エリンギ用のソースなのか。なんかやってる。ちゃうわ。使えん動画になるやんけ。のがお茶なんだ。そうそう、ジンジャーレモンオリジナルだそうですよ。フォアルじゃないんだこれ。オリジナルっていうのはどれなんだろう。それジンジャー、ジンジャー。はい、どうぞ。めっちゃジンジャー。あ、本当、うん、苦味がある。香り、香りだって味がジンジャーな。両方かな。あ、でもあったまる味だわ。マガダマだ。マガダマ。闇の力だ。ボス。うん、マガダマ行く時めっちゃ流行るよね。流行る。なんか誰もが通る。そう言ってた。中学かなんかの時にめっちゃ流行ってた。なんか服のブランドかなんかにあるよね。なんか男の子がよく着る。なんかこれなんか20年。そう。再現できる。こういうやつ。あ、そう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 、白と黒の。白と黒。いいね。なんかやっぱりちょっともう一個の本命のお茶屋に行っていいんですけど。行きましょう。10分ぐらい歩いていただいてもいいですか。行きましょう。ありがとう。ポテトチップス、玉ねぎチップスとオニオンチップス。玉ねぎとオニオンって一緒じゃない。玉ねぎとオニオン一緒だよ。いや、美味しいもん。違うの味。絶対一緒だよ。一緒だね。多分日本産の玉ねぎとアメリカ産の玉ねぎ。台湾どこ行ったの？ちょっと気になる。あ、香りがね、すごくイタリアの香りがする。え、今までここに来てイタリア？ああ、はい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 。イタリア料理屋で嗅ぐ匂いかな。うん。あ、うまいね。そう、美味しくないですか？確かに。なんかニンニク効いてんのかなって味するね。確かに。ニンニクなんじゃない？どっちか。どっちか。これはね、半分弱で1個お買い上げいただかないといけないですよ。お互いを取っててどうすんのこれ。いや、すげえ気抜いた顔してたし。エリンギチップス。あ、うまい。うん。しいたけあるし。しいたけあるし。何のマッチなの？しいたけあるし。しいたけでマウントしいたけあるし。何？あ、ゆずさん、ゆず。あ、ゆず。すっごいゆず。おお、先週。うん、すごいゆず。でもなんかいつかまた違った、選曲間違ったわ。よかった、画面ページしといて。いくつもの、いやいや、そっちだわ。どうしたらいいか、こいつ。最後の2曲だけは知ってた。あ、そうだね。それと、はい、それ有名曲で、それさっきのアテネオリンピックの主題歌。舞茸。え、舞茸あるんですか。舞茸チップうまかった。え、舞茸はうまいですよ。舞茸はうまいじゃん。舞茸はうまいです。舞茸チップスなんか買うしかないね。よし、じゃあちょっと遠いんですけど、すいません。行きましょう。伊達さんのナビについていきます。旅行ってそんなもんや。これもいろいろ入ってんの。漢方的だね。星雲、それはなんだっけ、幸せの青い雲、星雲。やっぱ日本恋しいかな。
思わず歌ってしまって、思わず線香で歌ってしまう。やばいな、これ広告入れちゃったな。入れちゃったな。声優の広告入れちゃったな。声優さん、CM お待ちしております。歌うよね、全然歌うよね。全然歌う。なんか逆にタピオカやってないっすね。ない。今日タピオカ飲んでない。今日飲んでない。これは良くない。いいね。半分ぐらいだからタピオカ売ってるとこ、うん、いいんじゃないですか。文房具屋さんは買い。そうだね。何に買うのか。いいね。すごい可愛い。ほら、小学校の作業部だ。やったやった。漢字のね、練習表。ね、やったわ。すごい。私これハローキャリー。可愛らしい。あーね、その真ん中に合わせてね、うんうん、漢字書くやつかな。まずそこから頑張るだな。そっかそっか、国語って書いてるから。え、かわいいね、なんか、うん、おー、懐かしい。この字とかね、こうね、合わせないといけないのよね。そうだよね。さっきのね、本当あの、サイズの横でもやってて、そう、将棋とか将棋みたいなもんじゃないですか。ちょっと裏見せて。将棋っぽくないですか。普通の将棋じゃない。ないね。駒は違いそう。この線の上は通っていいとかなのかな。ちょっとここすごくない？これ通れんのかな。これはなんかこういけるみたいな。川とか線で。あ、本当だ。世界の境目がある。220元。なんだろう。やっぱね、人生ゲームあるじゃないですか。人生ゲーム、これ人生ゲームですか。ほんまや、すごい。めっちゃ回せるじゃないですか。買おうかな。でもなんかルール的に分かんないよね。え、私これすごい見たことある。いや、私それ好きだった。これなんかすごい家にあって、昔私もあった。懐かしい。自陣からその自陣へ移動するやつ。ダイヤゲームですよね。いってらっしゃい。やっぱボドゲカフェのオーナーはね、ボドゲに目がない。あれ、ジェンガじゃん。ちっちゃ、かわいい。ジェンガある。ちょっと手振るったらもうダメ。ちょっと大きくなりました。あ、ちょっと大きくなりました。ジェンガアニマルフレンズピアニマル。イエーイ。大きい。綺麗とエネルギー。綺麗とエネルギー。そうじゃないですか。関係ない袋をもらった。綺麗とエネルギー対話工房。お疲れ様です。いや、店閉まってないといいな。顔顔発動悪さ。さあ、そろそろお茶屋なはずなんだけど、完全に来ました。やった。そうそう、グラムで買えるらしいんだけどね。お茶が欲しい。あ、Thank you。あ、ね、ちょっと飲めたりしますか？お、おすすめをお願いします。はい、あ、じゃあそれお願いします。オッケー。あったかいやつだ。あ、熱い熱い。シシェ。シシェ。これなんだ？これはこの高価紅茶。紅茶紅茶ウーロン茶。いただきます。はい。あ、うまっ。美味しい。今はダメだね。これさっきのか。これはウーロン。丸まってる。ああ、いいね、いいね。紅茶ウーロン。あ、紅茶もあるんだ。へえ、ちょっと、うん、あ、本当だ、蜜の香り。甘い。あー、ちょっと甘みのある香り。わー、これは悩むね。悩む。ジャスミンが150だと、めっちゃ量多いわ。あ、少なめになったね。ネットで。
たせしましたよ。いやこれはもう炊くって帰ろう。炊くかな。炊けた。いやでも美味しかったですね。今のとジャスミンを買いました。あ、もう我々の年になると思って、あったかいお茶がたまらんのじゃ。もう帰ろう。あたし夢を見ているのかな、不思議な